小形久作とは、日本の柔道家。広島県呉市にて、戦前の海軍はじめ各所で、半世紀以上にわたり柔道指導を行い、広島市を中心に活動した倉田大地とともに、喧嘩柔道界の大家として、その信仰普及に尽力した。福岡県の久留米市に生まれた。幼少時より、国旗神流の柔術を学び、 旧正中学校を卒業後に上京して1912年3月に行動館へ入門。返し技の名手として名高い高橋数量の下で先進修行し、ここで返し技に不可欠な足技を磨き修正の武器として得,得した。1914年2月に初段を許されると、翌1915年に、競里久留米の憲兵隊柔道教師を拝命し、 1918年5月には、恩師、高橋の圧戦により二段格として、クレチンジュフ海兵団及び、江田島海軍学校の柔道教師に着任した。初段や二段で立派に警察諸島の柔道教師が務まった時代ではあるが、階級意識の強い海兵団において、若干22歳の高岸の美青年が、柔道指導に赴任してきたと聞きつけた団員たちは、 目に物見せてくれよとばかりに、歌詞寛平集会所道場にゾロゾロと上陸。一見やさ男のような出でたちの尾形は、ここで百戦錬までもさぞろいの団員たちを軽妙かつ、大胆な足技で手玉にとって驚かせ、また生来の性濁合わせの無性格とものに関わらない、風格とも相まって、たちまち団員たちの心を引きつけたという。呉れ市ではこのほか呉れ警察署、 呉憲兵隊、海軍交渉総務部、海軍第十一空将、呉水行舎、呉青年団、教文中学校等の柔道教師、師範を務めて当地に深く根を下ろし、また1919 19年には三段くらいで、同志願片通に、施設道場、行動館を開設し、更新の指導に当たった。1920年に第日本部特会で青年賞を受けた他後には、 道会広島支部クレッシュ所の副支所長を任ぜられ、また1923年の広島県柔道、有段社会創設のために本走し1930年には、道会副会長に着任。行動間の5段くらいにあった1927年には、第二本部特会より柔道教師号を排除している。身長169.7センチメートル。 体重 71.3kg と金星の取れた体格で前述の通り足技、返し技を得意とした大型は1935年10月に開催された第5回全日本選手権大会で第6区代表として専門青年前期の部に出場し初戦で群馬の佐藤新作五段を準決勝戦で第3回大会覇者の松野内康一六段を 相手にそれぞれ優勢勝ちを収め、決勝戦では、名人、河内の文武志六段の右から打ちに敗れたものの、準優勝という成績を残した。長波様公園に建立された、海軍柔道部員戦没者の日尾形はその後も、柔道を通じた、更新の体育向上と、精神教育に尽力し、文化からは1939年に、開催の、 第10回明治神宮大会柔道競技にて海軍軍人の部を制した高村徳一らの逸材を排出。高村の改装によれば、この頃の呉れ鎮守府では艦隊が入港するや隊員たちは集会所道場に集合して尾形の下で猛稽古に励み、稽古後は尾形を囲んで大いに通院わざと精神の論戦に花を咲かせていたという。 クレチンジュフのみならず全国の海軍、柔道部員たちからも慕われ、旧海軍出身者により結成された、ゲントム会の会長に就任し、戦後も海上自衛隊が組織されるや柔道師範となって、隊員たちの指導に汗を流した。また、太平洋戦争の戦災にあった、行動艦道場を、いち早く再興して、第二の故郷たる、 クレの地において休む暇もなく多くの青少年育成にあたったほか、広島県制服司会会長等の重責も担っている。1958年5月に行動館より球団くらいを隠居。東京五輪で初めて実施競技として採用されるなど、柔道の国際化が進展した1960年代には、広島市を中心に柔道指導を行った倉田大地と共に、 広島県柔道会の重鎮として知られた。その方らで大東亜戦争に準じた海軍柔道部員たちの号令を祀るべく慰霊非婚流のために苦心し、1967年に長波様公園でその望みが叶った際には、これで思い残すことはないと満足期に語っていたという。半世紀以上にわたりクレの地で、 柔道指導を行いまうあまりの文化生を育成した小形は1970年にその生涯を閉じている。ありがとうございます。